これより森の大食漢ドスジャグラスのクエストを開始します。ドスジャグラスは黄色と緑の島を持ち、獲物を丸飲みする大食漢です。それではドスジャグラスを探し出し、時間内に狩猟してください。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。仲間がターゲットを狩猟中です。シルベムシを頼りに駆けつけましょう。シルベムシがターゲットに導いてくれます。もう少しでモンスターと遭遇できるはずです。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。太刀は鋭い攻撃が得意な近接武器です。電気がたまれば鬼神斬りを繰り出せます。武器ごとに連携が変わるのでハンターノートで確認してみてください。抜刀中でもスピンガーが使えます。使いどころを見極めましょう。モンスターのクローを当てればクラッチできますよ。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。弾が装填されていません。近くに利用できるものはありませんか？攻撃を回避してください。まともに食らわないように注意です。できるんですよ。モンスターが怒っているときは要注意です。クローの範囲の使用は控えた方がいいかも。しがみつき中も移動ができます。スタミナ消費が激しいので気をつけて。モンスターが怒っています。強力な攻撃に気をつけてください。モンスターが移動を始めましたね。シルベムシを頼りに追いかけましょう。強力な弾、スリンガー貫通弾ですね。届かない弱点部位も狙い撃ちです。うまく当てると大型モンスターに乗ることができますよ。武器の切れ味が落ちたようですね。隙を見て砥石を使いましょう。
万全。